はい、どうも皆さん、はこんばんちは、アスカリンヨシです。というわけでね、皆さん長らくお待たせいたしました。もう約1ヶ月ぶり、もう募集締め切ってからね、もう約1ヶ月経ったんだけどね、やろうと思ってできてなくて、でまぁ、ちょっと今に至っちゃって申し訳ないんだけども、結構前ね、リクエストとか質問コーナーやったと思うんだけれども、そのね、まあ、その質問とかの返信をね、ちょっとまあこの動画内でできることはちょっとね返信していこうと思います。それではまず、ラッキーミューズさんからの質問です。アクアの推しメンは誰ですか？僕のアクアの推しメンはですわねですわねってなんだ僕のアクアの主演はですよね、またつられていった。もう気にすんな、気にすんな、俺。僕のアクアの主演はですね、やっと言えた。まず、一押しがようちゃん。で、二押しがかなんちゃんですね。で、三押しはですね、前はまるちゃんだったんですけど、なんか、ちょっとですね、よしこちゃんと、ちょっといい感じに、ちょっとね、なんか、攻め合ってるぐらい、ちょっと、なんか、もうどっちか決められないぐらいのところにいます。なので3推しはまるちゃんとよしこちゃんって感じですかね。でまあそれではですね、でそうね、そのようちゃんとかかなんちゃんとか見てわかる、なんか、まあ、聞いてわかると思うんだけど、なんかさ、俺のさ好きなさ推しメンってみんな元気な子ばっかりなんで、例えばミューズとかだと、そうだな、リンちゃんとかもめっちゃ運動神経抜群でしょ。でほのかちゃんはまあ運動神経は分かんないけど、いや多分運動神経はさすがにスクールアイドルやってるからいいと思うけどさ、そのね、めっちゃほのかちゃん元気じゃん。ほのかちゃん3推しだっけな。でニコちゃんもね、もうめっちゃもうニコニコニって、もうどこか、もうどこか、もうめっちゃ明るい子なんでね、なんか明るい子とか元気な子が好きなんですかね、僕。そうだね、なんかエヴァとかもそうだな、アスカが好きだと、なんか結構過激な子、過激な子とか、なんか元気な子とか、まあ好きなんかな、わかんない。自分でもわからないです、はい。続きましてですね、はい。新ジョリジンさんからの、まあ、リクエスト。恋人スケースやな、やつ。後で恋人スケースやってみたって動画出すんで、お待ちください。後でやります。バニラアイス733から、勉強って何なんですかこれは俺も思ってるもので、ほんとね、勉強って何なんて。まあ、多分ね、勉強というものは、なんか、頭を良くするための大切な、あれです。はい、自分でもよくわかりません多分まあこれから生活するために必要なことです。はい、はい、次はい、次ひなひなさんから、ひなひなで合ってる、ひなひなさんからの質問です。もし二次元に行ったら真っ先に会いたいのは誰？会いたい人はですね、まあとりあえずね、一押しのアスカちゃんとか、あとはまあラブライブだとリンちゃんとかにもう真っ先に会いに来たんですね。でもどちらかと言われたらやっぱり一押しのアスカちゃんですかね。真っ先に会いに行きたいですね。はい、でもう一つひなひなさんからリクエスト、リンちゃんの絵を描いて無茶ぶりかっこなぐ。いや今ね、ちょうどりんちゃんの絵描いてるんで、もし出来上がった場合はね、動画にアップロードしようと思うんで、まあそのつもりでいてください。それでは次、塩キャラメルさんからのリクエスト、料理番組みたいになんか数品作って後で作っておきますで質問、なぜエヴァがそんなに好きなのか。俺がエヴァ好きなのはね、そのまず小6の夏休みに、どこぞの有名のね、金曜ロードショーってやつで、本当に見始めて、なんかたまたまね、なんか残酷な天使のテーゼって歌をしてたんだけど、その
アニメであるエヴァって何なんだろうなって気になってエヴァを見てみたら、なんかもうドハマりしちゃったみたいな。なんかちなみにエヴァが一番最初にこうアニメをそのなんかなんつうのかな、その子供がよくなんか電車だの車が好きみたいな、そういう好きの感情じゃなくて、なんつうのかな、オタクじゃないけど、なんかそういう方のもうマジで大好きみたいな、そっちの方に行けたのはあのエヴァが初めてです。エヴァが初めてそういう方向で好きになれたアニメですかね。なんで好きって言われてもね、もう僕もわかんないですけど、なんかとにかく好きです。はい、なんで好きかは自分でわかんないけど、なんか好きですね。なんかエヴァの曲とかなんかそういうの聞いたりするとなんかですかね、なんか一番最初に好きになったアニメっていうのもあるのか、なんかどこか落ち着くところがあるみたいなね。まあアニメ見ててもそうなんだけど、うん、なんかね落ち着くんですよ。うん、なんでか僕もわかりません。はい、で続きまして、いつも通りのジンジンさんからリクエスト、エピ見習ってバク転をどうぞ。バク転はですね、そうね、バク転は一回体育やって死にかけてるんですよ。一回そのね、全くバク転やったことない初心者の俺が体育でバク転やってみたい人ってなって、そうね、なんか補助をつける人はなんか補助入れてくださいって先生に言わなきゃいけなかったらしいんだけど、俺はバカだからね言わなかったの。そしたらなんか先生補助入れてくんなくて、あ、やべえやべえやべえってなって、あれ補助入んないのっつって、もういいよってやったら首からゴギリっつって落ちて、ちょっとね 2,30 秒間ぐらい呼吸困難になったね、苦い思い出を覚えてるので、ちょっとバク転は僕はできないんですけど、あのですね、まあ寝そべりで後でやっておきたいと思います。はい、お楽しみに。楽しみじゃないだろう。続きましてですね、はい、MP113023303 からのリクエストですね。鳴らせる関節全部鳴らしてください。鳴らせる関節か、なんだろう、ちょっとね朝一発鳴らしちゃったんで鳴るか分かんないですけど、分かるかな、ちょっと分かりづらいかな、ちょっとあんまり鳴らないです。こんな感じかな、ちょっと今そこまで鳴んないけど、もうこんな感じですかね。本当はね背中とか足の指とか鳴らせるんだけど、足の指鳴るかな、あ、鳴った、これ足の指です。あと首かな、首わかる、首ちょっと聞こえないかもしれない。こんな感じですかね。まあ、他にも背中とかなるんだけど、多分もう聞こえなくなっちゃうんで、ちょっと BGM も大きくしすぎて多分聞こえなくなっちゃうと思うんでね。うん、では最後にですね、宴会であってるかな、宴会の女神さんからの質問ですね。新年一番初めに聞きたいラブライブの曲は何ですか。うん、そうですね、っていうかもう新年始まってもう3週間経っちゃったんだけど、今1月21だからね、もうあまりにもリクエストしてからね、動画出すまで遅すぎたんだけどね。うん、新年一番初めに聞きたいラブライブの曲、なんかね、新年かちょっと明るく聞きたいんで、まあ僕はサイキックファイヤーとか、そういうなんかノーブランドガールズみたいな、そういうなんか明るく、なんかテンションの上がれる曲なんて聞きたいですね。で、あとどうでもいいですけど、ラブイングベル最高すぎます。そうですね、多分あれだね、質問募集しますって動画で、あの BGM がラブイングベルだったんで、そう言ったんですよね。どうでもいいんですけど、あのラブイングベルは僕がね、ラブライブにハマる前に聞いた曲なんですよね。その4月の初め頃かな、あのうちのクラスにライバーがいて、ラブライブってなんだろうみたいな感じの感覚で、まず曲から聴き始めたんだよね。なんかラブライブメドレーってなってるよ。それを試しに聴いた時に、一番最初に おーこれよくねって思ったのが、ラブウィングベルとオーラブ&ピースなんだよね。
うん、でそれでもうなんかもうね、ラブイングベルがたまなく好きになった上でもうそうね、ラブライブって何なんだっつって、その頃当時まだちょっと若干アンチだった俺が見始めたら、およくねっつってラブライブにドハマりして、もう見たらずっと見てくじゃん。でそのラブイングベルが出た話でもうリンちゃんがセンターで、もうたまなくもうラブイングベルが好きになってしまったで、こんな流れです。はい、そんなんですかね。とりあえずね、他にもいろいろまあリクエストとかあったんですけれども、とりあえずなんかね、他にもなんだっけ、マスターオールパーフェクトとか言ってる人いたんですけど、まあ後でそういうなんかチャレンジしていますみたいな動画は後で出しておくんで、まあもし出した場合はね、まあ見てもらえると嬉しいかな。せっかく出したのにさ、これ見てもらえなかったらちょっと残念だけどさ。リクエストしたやんつって、なんで見ないんですよ、あなたがリクエストしたんつそうなってしまったらやばいんでね。はい、というわけでね、まあ今回ですね、かなり前、1ヶ月も経ってしまったけど、その1ヶ月経ったそんなね、まあリクエストとか質問等をね、まあ返答していきましたが、まあいかがだったでしょうか。もしよかったらチャンネルの登録の方や、また動画の高評価の方よろしくお願いします。まあ今日はね、まあこんなんかな。まあまあ僕ね、ライブとかもたまにね、まあやっている時があるんでね親に内緒だけど親にバレたらもう速攻携帯が解約されてしまうんで、正直東京とか行くとき完全に不便になるんで、うん、まあそうね、まあ親に内緒にしつつ動画投稿やライブ配信してんで、もしよかったら見てくれると嬉しいです完全なんかダメなことをしてる感じが半端ない。というわけで、また次回の動画ライブ配信でお会いしましょう。それではじゃあの。